PDR。 どうも、PDR さんです。ウーム入ってるってこと？これは PDR さんもウーム入り近いな。これは実質ウームに入ってるもんだよね。完全に PDR さんウーム入りフラグ来てる。ウーム入りフラグするよね、ほら。みんな、落ち着いて。PDR さんは確かに最近ちょっとウームの YouTuber とコラボとかしてますけど、PDR さんはウームには入りません。だよな。何回も言ってますけど、PDR さんはウームに入りたくないし、入りたくても入れません。うん。ということで。PDR さんがウームに入れない理由。PDR さんといえば、ジュー、ゲロ、チ、ディス。そんな人が入ったら事務所のイメージが悪くなるに。でも相棒、桐崎エイジまだウームに入ってるよ。桐崎が大丈夫だったら相棒も大丈夫じゃね？確かに。じゃあ、今のなしで。PDR さんはこのチャンネルで数々のウーム YouTuber をいじってきましたね。俺の性域、甘いわ。あと、このアイスカフェだって、この上のなんか、このマスオとクリームなしとかって言って。あ、大丈夫です。あ、じゃあお願いします。はい、困りました。クリームと、マスオ。あ、マスオさんもいらないです。Let me ask the Google. いじられた YouTuber 絶対相棒のウーム入り阻止するよね。その通り。で、もし入れたとしても、多分その YouTuber 全員に謝って、Go away! Jesus. 何の話してたんだっけ？ PDR さんがウームに入ったら多分手に負えないと思います。自分で言うなよ。YouTube 事務所にいくつか入って分かったことは、事務所は基本的にその YouTuber に事務所に対する不満や意見をあんま言ってほしくないんですよ。言うと大逮捕されます。事務所は言うことを聞いてくれる従順な YouTuber が欲しいんですよ。相棒とは正反対だね。PDR さんは基本的に、それ絶対にやらないでねって言われるとやりたくなるタイプの人間なんで。ガキか！ 1シンプルに、ウームは PDR さんのこと欲しくないんですよ。もし、この YouTuber は事務所に入れてはダメっていうブラックリストがありましたら、PDR さん絶対乗ってると思います。確かに。でもこれらはあくまで PDR さんの予想なんで、本当だということを証明するためにやらなきゃいけないことがあります。何？ウームに応募する。は？では、やりましょう。どうなっても知らないよ。エントリー、もっと遊び仲間を。エントリそういえば相棒、メグインについて動画作らないの？もうちょっと進展があってからと言いたいところなんだけど、正直、うん、もう、興味ない。なんだよ。それに他にもっと作らなきゃいけない動画とかあるから。え、なに？ボンボン TV が PDR さんのコンビニネタをパクったということについての動画。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。こうやったらベルボタン一回クリックしてビデオさんの動画でツイッターも入れましょう。皆さんは PDR さんがウームに入れると思いますか？入れるわけねえやな。はい、あと、前回の、PB コンビの動画とか、この辺に貼っておくんで、あと、PDR サックスセット来てないですけど、まだまだ売っております。では